岡山で愛される食べ物や風景などから特にいいものを認定し、その魅力を全国に向けて発信しようと品評会が開かれました。 JR 西日本岡山支社が開いたふるさとあっぱれ認定委員会です。県内で地域活性化に取り組む事業者など11組が参加し、食べ物や風景など魅力をアピールしました。レストラン、旅館のオーナーや陶芸家など岡山にゆかりのある認定委員がプレゼンテーションを聞いたり実際に味わったりして品評しました。おいしいです。この皮もおいしく飲めちゃうというのがいいですよね。我々料理人と一緒で、そのいい原材料をやっぱりこう自分の納得される調味料を使って作るなんか料理だなと思いました。なんかすごくこうなんていうんですか、お話聞いててシンパシーを感じました。これまで200件が認定を受けているあっぱれなものや場所、 JR 西日本岡山支社では旅行商品に組み込むなどして全国に発信したいとしています。地域の本質がしっかりしていれば、じゃあきちんとその魅力は伝わるはずです。私たちの力も使ってぜひその魅力を、国内外に広げていきたいなというふうに思ってます。今日は11組が提案したすべてのいいものが認定され、今後 JR 岡山駅などで販売される予定だということです。